近所ポッドウォーク。空港の中にお花屋さん、ちょっと意外な感じがしませんか？こちらの花工房アグリスでは地元の珍しいお花があるんです。では早速お話を聞いてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。色とりどりのお花がとっても綺麗ですね。なぜ空港の中にお花屋さんなんですか？いろんなとこから来る、大事なお客様に、花束を、持ってですねお迎えしていただきたいと、あとそれから、空港に遊びに来られる方々ですね、いろいろなお祝い事とかで来られる方もいらっしゃいますので、そういった時にお花を使っていただければなと思って、お花を用意しております。お花でお出迎えってとっても素敵ですね。そうですね。地元の高校が作られたものや他にも珍しいものがあるとお聞きしたんですが、ご紹介いただいてもよろしいですか？はい、まずこれはですね、地元の半田農業高校の生徒さんが、作られた商品になります。でこちらは、蓋を開けなくてもですね、水も栄養もすべてこの中に入っているという商品になります。ですので、どこにでも置いていただいてですね、成長を見守っていただけるという商品になります。珍しい植物ですね。そうですね、はい、続きましてこちらの商品は、地元常滑で、作っているハートが実る木という、植物になります。でこちらはちょっと今見にくいんですが、大きくなるとですね赤いハートの形の実がつきます。こちらが、愛知県でもですねまだ取り扱っている店舗が少なくてですね、うちの看板商品となっております。まさに贈り物にぴったりですね。花工房オリジナルですね。そうですね。今日はありがとうございました。ありがとうございます。セントレアでの素敵な思い出に綺麗な花束はいかがですか？お花の香りに包まれて特別な時間を演出してくれること間違いなしです。ぜひお越しくださいね。以上、花工房アグリスからお伝えいたしました。